はい、皆さんこんにちは。今日もこまちのために飼育用のマットですかね、買ってみたので早速試してみたいと思います。買った商品がこちらです。餌を隠して鼻で探り当てるマットですね。はい、広げてみました。広げてみるとかなり大きなサイズです。でこれもしかすると後ろが滑り止めがついてないので、フローリングのお家だとちょっと滑っちゃうかもしれないので、別途何か後ろに滑り止めのようなものを敷いてあげるとワンちゃんが探しやすいのかなというふうに思います。では本日もアミーゴで買ったこのおやつをここにセットしてみたいと思います。はい、こまちゃん一旦ハウス。さあ、いいか、いい子だね。ちょっと待っててね。まずは5個ぐらいこれをちょっと隠してみたいと思います。はい、こま。探せるかな。ちょっと難しいかな、この。あ、見つけた。すごい。もう見つかるかな。匂いはしてるけど、どこにあるのかがわからない。すごいすごい。あ、見つけた。すごいね。あと3つ。あ、いたいたいた。ほら、こま、足元でもう見つかってるよ。すごいね、鼻クン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 。こま、諦めないよ、頑張って。そう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 、あったー、出てるよ、もう見つかってるじゃん。あー、すごいすごい。向こうにもあるよ、コマ。もう見つかってるよ。そうそうそう、すごいじゃん。あと1個だ。さあ、どこでしょう。まだあるよ、1個。そう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 。あー、見つけた、全部発見。すごいね、楽しいね、これね。コマすごいじゃん、これいいね。いろんなとこ隠せるから面白かった。コマ面白かった。もうないよ。もうちょっとやってみる、コマ。やってみようか。今回のこの商品は Amazon で購入しました。気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。他にもいろいろとこのようなマットタイプのものがあって、中には裏にしっかりと滑り止めがついているものもあるので、フローリングのお家でも滑らないで使
使えるかと思いますので、そっちもチェックしてみるといいかもしれないです。こま、まだ食べたいな。この後もうちょっと試そうね。ということで本日はこのチークマットを試してみたということでアップさせていただきました。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。こま、じゃあ今日はこの辺でバイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。